さやちがこの動画見ませんように。Wake up! Wake up now! みかん食べるのしたい。無理やったらもう時間ないから。明日晴れるかな。ちらっと小雨降ってたもんね。晴れると信じてる。ひじついた感じ。かけっこ勝てそう。負けそう。負けそう。絶対勝つ。けど負けそう。大丈夫今度。ちゃんと認めてよ、応援してよ。砂遊びちゃうで。ゲームしたりは言わんとったの。お菓子食べたいとか言わんときも。うん。は？はい。まあとりあえずは晴れますように。うん。応援してます。朝でーす。起きてる。起きない。大丈夫。寒。すごいママ。時間がないね。カブ切らへんの？うん、切る。切る？うん。うん、1ミリ。じゃなくて、髪を切るんじゃなくて、突きばさみで髪の量を減らす。なるほど。うん。今、ミカの皮むいてる。ハイチの歯はもうパパやな。完全にパパを譲り受けて、幼稚園で唯一言ってるから、流行らさへんから、心配してて。何？歯っていうのもうほんま、あれ、周り誰も言わへん。幼稚園の人で。いや、だからもう、100% パパやからさ、ちょっとあんな言葉が流行ったらどうしようよ。100%パパなわけないや。だって言わへんやろ、言わへんやろ。幼稚園の友達も誰も言わへん。YouTuberで。YouTuber さんもなんか見てるねんて。だってパパの真似したって言ってた。パパって言ってた。はぁ、ほらそれや。ほらそれや。そう、もうめちゃくちゃ真似すんねん。やばい。言葉が悪くなる。ボロニアソーセージ。でかっ。これなんだ、学校の授業で作ったの？タブレットで。タブレットで作ったのこれ、うん、絶対勝つから応援してね。かけっこが終わってお家に帰ったらお寿司食べ行こうねって、うん、これいいかも。リクエストされてしまった。そうやろね。お昼に行くか夜に行くか。よし、朝ごはんを作ろうかしら。お前とか覚えたの？絶対ハボるわ。お前なんて言ったことない。いや、何言ってんねん。え、私がですか？気がついたら言ってんのじゃん。お前だなんて言ってませんよ。言ってるよ、もう。ほら、あなた、あなた、あなたって言ってるよ。いや、確かに。おはるとか、お前とか、あんたとか。あんた。はい、おはかといてな。もうパカッて赤いのちゃう。エボンウェブ。昨日お友達がくれました。ただ1個しかなかったので、大地にはないっしょ。大地がこの動画見ませんように。大きい声で応援しないでって感じ。うん、声しちゃダメな。拍手。拍手。ああ、なるほどなるほど。応援席は声出さかんで、あの拍手、バイバイとか拍手とかな。出してまいそう。大きい声は出さないでって書いてたよ。で、注意するわ。注意してください。もし出してたら、他のお母さんたち、あいつ全然読んできてないじゃんみたいな。
言われるわ。ダメだって書いてたのに、私もやりたいのに。めちゃくちゃ標準語。どこの運動会ってんの。あのおっさんめちゃくちゃ大声出してるぜ。ルール守るやつは帰らんかいって言われるわ。そう言われる、ほんまに。こういうやつがいるんだよねみたいな。でそっち東京やね。なんでアコちゃんが行ってる運動会東京でやってんねん。もう足早いとこ遅い子。めちゃくちゃ触ると思うねんな。小春のとこもさ、ね。あれ。パパさっきとどこが変わったでしょう。うん。デニムジャケットの色が薄くなってきたわ。もっとパパのことちゃんと見てよ。Hey, hey, Mr. Taiichi. Hey, Mr. Taiichi. Wake up. Wake up. Wake up now. Hey, Taiichi. Hey, Taiichi. Good morning. Oh, big hip. Good morning.Good morning. 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 全然起きへんよ。くちばしが長くてさ、動物王国にいるやつ。カモノハシ？違うな。ハシビロコ。ハシビロコ。じゃあ絶対ハシビロコ。ハシビロコ。こぼれてんで。もうだ。ハシビロコ。ラッコでしょ。やばい。ラッコでしょ。あそこに捨てた。ミカ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 。うん、一人で来てて、うん、絶対そうやん。違う、絶対そうやん。カール、ほんまにやがって時間が、うん、可愛い髪の毛してあげたかったのに。痛い。最悪、無理や。ごめんごめん。はい、オッケー、完成。完成。トイレ行ってきます。時間じゃ、時間も押してんねん。終わった。え、これ頑張って。拍手で応援してるから。うん。夜はお寿司や。バイバイ。バル。バイバイ。どうした？飛んでるね。時間やから行こう。行くで。なんで急に何やねん。行こう。みかん食べるのしたい。無理やったらもう時間ないから。無理。小春応援しようって言ったやん。なあ、うん、なあ、うん、小春を応援しようって言ったやん、うん、なあ、あの夜誓い合ったやん、うん、じゃあ応援しよう、応援しましょう、行こう。というわけで帰ってきました。これ落ちたで、うん、運動会どうやった？初めての小学校の運動会。行けたと思う。なんで？行けた。合格って言ってた。あ、クラスのみんなに？うん。合格ですって言ってた。うん。タイチは幼稚園の友達も来てて永遠遊んでました。何か見た？フラッグ遊んでる時見た。六年生のフラッグ。最後最後最後。六、うん、年生のフラッグな、迫力あったな。太鼓のやつもちょっと見た。ミカ、タイチは来年あそこに行くねんで。小学校で演技すんねん。来年かよくあるたち。うん。これ来年リレーやで。まあ今回パパとママはちょっとした撮影をしていいカメラが欲しいなと作
つづく思いました。カフェが欲しい。もうそろそろ見に行こう。もう絶対欲しい。なので今後のコハタイチャンネルの動画は画質的にちょっとパワーアップするかもしれません。交互期待。じゃあね、バイバイ、うん、また来年の運動会できますように、うん、じゃあね、バイバーイ。